げちゃうよ。うん、大丈夫ですよね。今日もやっていくんですけどね。今日はね、なんと、麦のね、ごたての解説をやっていきたいと思いますね。知らない人に言うとね、まず、昨日おとといとね、土日にクララリーグがありましてね、まあ、そこでね、麦が、まあ、勝ち抜きでごたてしてからシングルで2たてするというね、もう快挙を成し遂げて、今のところは昨日の試合も合わせて9連勝してるみたいでね、そう、噂によるとね、これは俺が確かめたわけじゃないんでわかんないですけど、みかんさんが、クララリーグ史上の一番大きい記録を、連勝記録を持っていて13連勝らしいんですよ。で、麦がね、昨日9連勝でね、ああ、もう余裕で逃しますよ、みたいな感じでね、みかんさんにこう言ってたんで、ね、まあそこら辺もね、期待しつつ、今回はね、解説をやっていきたいと思います。なんですけどね、まあこうなってしまったのもですね、まあ 2v1 のね、僕らがね、負けてしまったからなんでね、本当にもう、それがね、悔しすぎて、昨日と、おとといってね、まあ動画上げれなかったんですけど、今日はね、麦の動画をね、お世話になった麦さんの、解説をやっていきたいと思います。なんですけどね、最初ですね、ここ、まあね、麦がバルーンで、相手ね、タロンのブリザード選手が、ゴレですね。トルネゴレ。で、しかもこれ、いやらしいのが、ムーと入っていて、やっぱね、こう、それの意図としては、わかんないんですけど、やっぱこうね、スケとか、アイゴレ系は基本的に、こういうムートとか、まあ、あと、ホバリングとかね、に弱いので、まあね、そこら辺を、麦のね、弱点を突こうとしたようなね、デッキかなっていう、まあ、こういうボムタワーマスケ、まあ、スケ、そして、アイゴレ系のね、デッキにね、強いんじゃないかな、という感じなんですけれども、さあ、ここね、アイスゴーレムを出していって、こう受けていきます。で、まあ最初のバルーンはね、起動されてしまったんですけど、まあね、キング起動された時点で、このね、1000ダメージ与えることができているので、まあまあ美味しいんじゃないでしょうかと。いったところでね、このね、ここ、マスケと、まあこの形ね、めちゃくちゃ強いですね。で、怖いこれ。ねえ、これバルーン一発入るかなと思ったんですけど、まあトルネとあとね、ムートがね、施設になっていたことによって、より、固めのね、守りになりました。ただ、ただ、バックアはね、入りますと、いった感じで、さあさあさあ、やっていくんですけどね、今回、そして、麦はね、ここら辺でね、ケツゴレされるんですよ。で、ここね、やばかった。この防衛はね、マジ見てほしいんですけど、普通、こういう、なんか、大きいスペルがない系のデッキって、ケツゴレがね、されて、で、ここら辺もね、ディガーとかも全無視で、こう、形を組んでくるんですね、相手が。まあ、そういうところもね、結構、なんだろう、守りにくくなっちゃうんですよ。そう、だからね、ここね、うわ、やっぱ、さすがの麦でも守れんだろこれみたいな、うわ終わったどうしようみたいな感じで、ね、俺ら思ってたんですよ。でここでベビドラとムート追加されるんですけどね、この防衛マジやばいんで見てください。もう速攻でね、もう来んの分かってたかのようなね、速さで、まあ、ディガーとムートと、そしてタルババと、ムートじゃない雪玉とアイゴレ、2周目アイゴレと、まあ、こう同時に出すことによってマスケを延命し、ゴレも溶かし、しかもムートをね、あそこで建物にさせ、しかもね、このマスケ1体目ですよ。2体目マスケとかだったらまだ分かるんですけど、1体目のマスケはね、このように残るというね、もうね、ド変態ですね。ド変態。本当に。もうね、こんな感じで、こう、マスケもね、残っているので、まあ、マスケで雪でね、つけドラをしばいて、こうね、相手がバルーン入るかと思って取り根出したんですけれどもね、そこで、もうね、ゴレムとベビドラ相手にね、多分一発もね、入ってないですからね、もう呪文しか入ってないから、ゴレマイトしか入ってないレベルで、こんなね、完封して、普通だったら負けるレベルのね、相性をこのようにね、覆していくと。いや、やばいっすね。これマジ見てて、俺ら結構、こう、感染用のね、端末でこう見てて、うわ、やべえ、これ終わったんじゃねみたいな感じになってたんですけどね。いや、こんなかーっていう感じでしたね。で、ここは、グッドゲームと。はい、いう感じで、まあ、1戦目ね、麦さんが勝つことがね、できまして、麦さんがね、いやー、やつね、やばいっすね。で、ここね、1戦1戦ね、こう、裏話をね、挟んでいこうと思います。まあ、まずね、ポノスが、まあ、これ裏話というかね、まあ、誰にでもね、わかる、こう、見たらわかる結果のところなんですけれども、ポノスがね、まあ、1位ということでね、今、4勝1敗で、クララリーグの中で、次がね、3勝2敗で結構、3チームか2チームぐらい並んでるんですけど、4勝1敗ということで、ね、まず、ポノスがね、単独、首位にね、なることができました。ありがとうございます。と。いう感じでね。さあ、ではね、2試合目始まるんですけど、まあ、2試合目はね、お互い結構ガン待ちでね、1分まで待ってからの対決になったんでね、まあ、1分10秒ぐらいまで飛ばしてから、見ていこうかなと思います。よいしょと。いう感じで、ね、見ていくんですけど、まあ、これね、裏話ね、一つこう終わったらね、挟んでいこうと思うんですけどね。いや、麦結構自分の勝った動画とか、クララリーグのね、コメント付きでとかね、
結構ね見てるって言ってたんですよ。でみかんさんも麦にこの5連勝のね動画上げしたりとか、まあ俺もね先週上げたりしたんですけど、それもねちゃんと見て動画も見て、まあ、コメントとかもね見てるって言ってたんでね、皆さんね麦やばすぎみたいなコメントをねすると麦あーやっべーって感じにねなると思うんで、皆さんぜひ、コメントよろしくお願いしますと、言ったところなんですけどね、これねババゴヤスキャラ対決ですね。で、ババゴヤスキャラでゲラルトがなんだっけな、ボムタワースキャラだったかな、うん、だった気がするんですけどね、まあ壊し前蓋していって、で基本的にこうスキャラ対決とかはこうやってね後ろの方にババゴヤを立ててあげると、相手がねそのサイドにスキャラ打ってもババゴヤにダメージがいってね、そうでスキャラが打ち終わった時にこうババゴヤが壊れてババが生まれてカウンターがより重くなるんで、結構やっぱね同サイドにババゴヤをこのようにね展開すると出しにくくなるんですよ、スケラを。だから逆サイドにね、行かなきゃいけなくなって、で、麦はね、この次にまたね、ババ小屋を建てるんですけど、ここね、ここかな、確か。そう、建てるんで、このね、ベビドラに合わせてスケラが打てなくなって、逆サイドね、このように展開するしかなくなるといったところですね。はい。で、こうやってね、デリバリーと、はい、スケドラで抑えていくと。まあ、ここまではね、一旦落ち着き落ち着きといった感じなんですけどね、ここら辺からね、めちゃくちゃ上手かったですね。ここかな、ベビーで抑えられて、端前にナイトまで出されるんですよ。でもここを麦が、誰もがね、ポイズンを打つと思ったんですけど、打たないんですよね。そう、なんでかなっていう感じで、ね、麦にね、ちょっと聞いたんですけど、まあ、ここは別に打たなくても、マスケとね、デリバリーで回収できるんで、ここでポイズンを打たないことによって、相手がね、絶対にポイズンを打ってくるんですよね、ここで。で、この打ってきた瞬間に、このね、逆サイのババに合わせて、このようにね、スキャラを打ってヒースピを追加するという感じでやることによって、このスキャラもね、言うたら2140まで抑えられたし、逆サイのスキャラでね、こんだけバッカバッカ入るんですよ。大体結構、ユニット4体いて、全部がね、体力ほぼフルマックスだったんですよ。だから、あんまり抑えられないかな、みたいなところだったと思うんですけど、で、ポイズも打ってこないから、ロッキーとかの時点でこのスキャラ打ったら、もう誰もがスキャラ打つタイミングなんですね、あそこは。なんですけど、そこはね、スキャラ打たずに、で、こうやってね、わざとマスケとスキャラ合わせるんですよ、同じ位置に。で、ポイズン打たして、スキャラポイズンって打たした同時のタイミングで、このようにね、相手にね、単体スキャラを出すことによって、そっちにね、エレキを割かなきゃいけないけど、まあ、間に合わないですね。ちょっと遅れてエレキが出てくるみたいな感じで、結構ね、やっぱこの時点で、なんか麦がちょっと、あそこポイズン打たない時点で、ね、劣勢に見えたんですけどね。もう気づいたら500まで削れてるみたいな感じでね。まあ、ここまで行っちゃったら単体スキャラとはいえ、こう2枚出さないと、結構やっぱ300とか400ずつじわじわ入っちゃうんでね。相手の選手もね、こう2枚出さざるを得ないとい言ったところでね。そう。で、ここも、まあ、タイブレイクでね、そう、終わらす、といった感じで、ね、まあ、あと5秒ぐらいあればタワー折れたかな、といったところでね、2戦目も勝利。いや、やばいんすよ、これ、マジで。ポイズ打たんのみたいな。これで結構、こう、俺らもね、やっぱ白熱してこう、見守ってるじゃないですか。だから、ポイズン、これ打たんのやばくねみたいな。これ絶対スキャラ来るっしょ、みたいな感じで、結構それで、マスケとスキドラも同じ位置に出して、うわ、あれこれ、麦焦ってんのかなみたいな感じになってたんですよ。そしたら、もうそこにね、ポイズンを打たせて、でね、ヒースピすらもせずにね、端前デリバリーを抑え、ポイズン打たせ、そこで逆サイ同時にね、5コススキャラ、ババ小屋に合わせて打っていくというね、もう麦でしたね。いや、なんか、リガーウォールブレイカーとかってよくやるじゃないですか。この、攻められたのと同時に、逆サイ攻めるみたいな。守りと攻めをさ、同時にやるみたいな。で、スキャラって結構こう、同サイド展開で、守った後に攻める。守った後に攻めるカウンターでみたいな。そんな感じなんですよ。もうこれね、多分、リガーだと思ってるんですよね。麦、スキャラのこと。多分、リガーだと思ってて、ここね、相手が出すんですけど、全然間に合わずといった感じで、バコ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 って入るんですよ。いやー、これがね、やばいんですよね、本当に。って言ったところでね、まあ、これとかもね、麦も絶対これ見てるんでね、いやー、これ次ね、出社した時に、あ、ライキさん、いいっすね、って感じでね、多分言ってくると思うんで、いや、決してこの動画だから、別に俺のためとかではなく、麦のためにね、撮っているということでね、この頭のど真ん中に置いといてもらえるとね、もう少しね、見てる方も気持ちよく見れるかと思います。ということで、3試合目見ていきたいと思います。はい。始まりましたということでね、3試合目やっていくんですけど、これはね、確かマッチアップは、ライン選手が、あれですね、なんだっけな、アーチャースキャラ、アーチャースキャラですね。うん、ナイト、ボムタワー、アーチャースキャラみたいな
結構変わった形のスケラで、で麦がね、ロイジャイの、まあ、今、ドテンプですね、ドテンプで、結構クララリーグでも、いろんな人がね、使ってる、まあ、ファブのはじめ選手とかね、もう使ってるデッキになってますという感じなんですけど、まあ、ここね、結構このね、スケラは、なんだろうな、まあ、相性だけで見ると、なんか、普通にロイジャイには強いやつなのかなっていう感じなんですよね。ロイジャイも割と通んなかったりするんで。そうなんですけど、結構圧倒的にね、勝ってたんでね、ここも。そう、なんかスケドラがデリバリーであることによって、タルババとかだったら、もうちょい楽なんですけど、デリバリーであることによって、このミリになっちゃうんですね。そうだから、結構このロイジャイを倒した後のスケドラがミリになってるんで、このようにね、スケだけとかで処理が簡単になっちゃうんですよ。で、処理しなかったら処理しなかったで、結構ね、っていう感じでね、なるんですけどね。しかも、このライン選手ね、ノーティルトっていうね、公式、まあ、世界大会があったんですけど、そこでね、オンラインの、なんですけど、優勝したんですよ。もうだから、オンラインの世界大会、ウエストの選手とか、イーストの選手、メインの参加していて、そこで優勝なんでね、まあ、普通にトーナメントで、世界でね、一番、強いんですよ。もう最近、ここ最近でね、世界で一番強い選手ということでね、デッキ幅とかも広く、まあ、その中でもね、この、アーチャースケールめちゃくちゃ気に入ってたデッキなんで、熟練度もね、フルマックスだったと思うんですけどね、そこをね、まあ、麦がこう、どう倒していくのかっていうところでね、見ていきたいと思います。まあ、序盤は、こう、あんまり攻めず、まあ、こうね、イチャイチャをね、続ける感じなんですけどもね。そう。で、まあ、トリトンを低めに展開して、それに対してユニットを出させて、こうね、で、ここで結露行くんですよね。ここで結露なんですね、っていう感じだったんですけど。そう、ここもね、スケラとかね、結構やべえのかなと思ったんですけど。まあ、こうスケドラ出して、5を打ってね、そう、アーチャーの処理とか結構、やっぱウッドとかで死なないんで、そう、結構きついのかなと思ったんですけど、もう、5をとスケドラに、ね、秒速処理ですね。で、ハンター添えて、で、それでね、ヒースピンを添えてあげて、ウッドで溶かしていくという感じですね。まあ、もしここボムタワー出てきても、アーチャーにダメージを与えるのと、まあ、タワー削りですね。麦とか、こう、細かいの使う、なんか、ノバの、CRS 選手とか、あとね、はじめ、ファブのね、とかね、やっぱりこう、ウッドとかね、やっぱね、こう、端前に出しまくって削って、そこでね、ダメージアドを結構取るようなね、動きが多いですね。やっぱ細かいの使いの人はみんなこう、バゴンガッツリ持っていきますっていうね、ロイジャイ、スケドラ、ヒースピーって感じではなくね、やっぱりこう、丁寧に少しずつ、少しずつね、もうウッドのダメージすら大切にこうね、削っていくっていうところね、見受けられますといったところね、まあ、ここもね、ちゃんとね、なんだろう、スケドラウッドで、出していってって感じですね。でも相手がポイズン打ってきたら、ここね、ヒースピとかも防衛にすると思うんですけど、今回は、ね、ポイズン打ってこなかったんで、攻めにね、添えていったって感じですね。さあ、ここ、ヒースピを添えて、パゴーン回復と。で、この一発でかいですね、マジで。で、これでね、ちょっとね、ダメアド取っててね、あれ、なんでダメアド取れるんだ、これっていう感じだったんですけどね。結構このデッキね、きついと思うんですよ、普通に。なんですけど。で、相手ね、この8枚デリバリーなんですけど、ミスとかではなくて、相手のね、このスケラデッキって、ポイズン、ボムタワー、スケラデリバリーで、たまに手札が積むんですよ。だからユニットを4連続で切っちゃうとね、そういう手札になるデッキなんでね。まあ、このデリバリーね、みんな、うんって思った人とかもいると思うんですけどね。まあ、しゃーなしいという感じですね。まあ、このデッキの守り、固めのデッキであるがこその、この、ね、手札の詰まりっていう感じですね。さあ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 。なんですけど、ここね、ボムタワーに5打っていって、ただね、ヒースピが消されちゃったのかな、うん、なんですけど。さあさあさあ、ここで。ただね、ここもね、なかなか通らんっていう感じなんですけど。やっぱなぜかね、こうね、なんだろう。なんか面白いですよね。このなんか、試合とかってここで、いや、ここで持ってったな、あそこのプレイみたいな感じのもあるじゃないですか。当然あるんですけど、なんかこう、気づいたら削れてるんですよね。なんかそう、1、2発入ってて、なんか毎回ね、毎回で、ちゃんと防衛はちゃんと守ってるっていう感じなんですよね。相手のやっぱ攻めと同時に基本的にこっちも攻めるって感じなんですけど、相手の攻めは完璧に守ってこっちの攻めはね、やっぱじわじわ相手に与えていくっていうのがね、結構多く、見られますね。まあそんな感じでね、こう低めにトリトン出してからロイジャイを出していって、ここはね、相手がもう、ああ、これもう無理やっていう感じでね、倒して3立てと、言った感じでね。いや、麦ね、やばいですね。そうで、最近の試合でね、こうやってね、ちょっとね、このようにね、最初こう、何もしなかったんですよ。なんか、ポーズとか何も取ってなかったんですけどね、最近の試合勝った時にこうやって、見た感じで、こうちょっと、
受けを狙い始めたか、そろそろ麦もね、麦もやっぱ年頃なんでね、あの受けを狙い始めたかっていうところなんですけどね、まあ、冗談はさておきね、3立てということでえぐいっす。これね、普通にタロン、しかも 2v2 もね、めちゃくちゃ強いチームなんですけど、やっぱ 1v1 特化なんですよね、本当に。そうで、今 2v2 もね、4勝1敗で1位かな、リーグで1位ということで、ね、めちゃくちゃやばいんですけど、そうで、ライン弾でこのゲラルトっていう並びもね、普通にやばくて、でそこもね、3立てしていくというところでね、マジね、そうやばいんですよね。で、あのね、これマジでね、麦がね、やばいっすよ、これ。またバズっちゃいますよとか言ってね、こう3立てして帰ってきたんですよ。いや、お前まだ試合あるから、試合あるから、みたいな感じで。これ、とりあえずこれなんですか、3立てってツイートしときますとか言って、いや、ええからとか言ってね、これガチっす。これガチなんですけど、本当にね、いや、マジね、すぐ言うんですけど、バズりますよ、つって。俺のね、ツイッターへのリップとかもね、結構、麦がね、珍しくリップ来たなと思ったらね、これバズりますよとか言ってね、リップしてきてね、こいつ分かっとるなと思って、そう。って感じですね。ってことでね、まあここはね、やって、ちょっとね、4試合目に飛ばしていきたいと思います。はい、ということでね、4試合目始まりました。っていう感じなんですけどね、やっぱ最近ね、こう、みかんさんがね、まあ家が会社から近いっていうのもあって、俺らね、試合を会社でやってるんですけどね、まあ背景見たらね、分かる人は分かると思うんですけど、会社でやってるんですよ。そう、それで、まあみかんさんがね、こう家から近いんでね、よく試合が終わったら、こう来てね、ほら、焼肉行くぞとか言ってね、みかんさんも来るんですね。で、こうみんなでね、こうご飯とかね、食べたりしてるんですけどみかんさんがこれ見てよ麦みたいな感じで、昨日のこのライン君のプレーめっちゃうまかったんだよとか言って、こうみかんさんが動画とかで見せるんですよ、麦。うん、そしたら麦、あー、まあ普通じゃないですかつって、でそうだいたいこう結構みかんさんの、いや、こういう意図があってこうやってやってるからめっちゃやばいんだよねつって、もう確かにすごいってなるんですけど、麦なんか、いや、これ普通っすねとか言って、いや、そこでこう分かっとるなと思って、なんかこうあえてこのね、なんかおすごいっすねとかじゃなくて普通っすねっていうのもね、ちょっと面白いんですけどね、みかんさんもね、こいつ生意気やなとか言ってね言ってたんですけど、いや、本当にね、最近ね、こう1週間に1回みかんさんがね来てね、みんなで焼肉とか行ってます。楽しいですね、やっぱり。まあそれもね、勝てるからできることという感じなんですけどね、試合の解説に戻っていきたいと思います。まあね、ウォールブレイカー対、ロイフグですね。うん。なんですけど、この麦のね、ロイフグ、5枚見てね、感じで、まあ、結構なんかロイジェルに似とるな、みたいな感じになるんですけど、新鋭隊。そう、新鋭隊が入ってる。で、しかもね、大型スペルが入ってない、ね。結構特殊なね、海外のプレイヤーが作ったデッキなんですけどね、結構穴もない、ね、デッキになってます。まあ、俺もね、このデッキでトラゲしたりしてたんですけどね、いやー、なかなかね、やっぱこんなにうまくはね、使えないもんで、という感じなんですけど、まあ、ここね、新鋭隊セパして、まあ、程よくね、攻めて、まあ、守りのエリクサーも残しつつって感じですね。まあ、相手は結構マツキャをね、コウモリ、ゴブリン、そして逆サイドにね、言うのと結構過剰に防衛してるんで、ね、ここ守りをね、一気に持っていってっていう感じなんですけど、さあ、ロイフグで受けていって打ったと。まあ、見ての通りですね、こう結構、新鋭隊がいないターンは、守りのカードがね、まあ、ヒースピュット、そして、なんか、マジアチャもあるんですけど、マジアチャロイフグみたいな手札になっちゃって、こうね、新鋭隊を出してから相手のカウンターが来るときに、もう一周新鋭隊が回ってないとね、若干防衛のときに手札が詰まるようなね、デッキになってるんで、さっきもこうね、U のロイフグで受けて、みたいなね、まあそんなところもね、あったんですけど、まあ、ここら辺からね、結構うまいですね。血新鋭隊で形を作ってから、で相手がね、こういうユニット合わせてきたやつをトリトンの手前に引っ張ってみたいな。ここもうまいですね、マジアチャで。マジアチャだったらやっぱ今のディガーに向いちゃってね、ゴブリンが数発相手ね、結構痛いダメージ残すんですけど、ここもね、ちゃんとヒースピード添えることによって、まあね、無駄なく、処理して、あとね、ダメージも抑えることができますと。いったところで、このね、マスケ、流れてきて、ね、これね、めちゃくちゃいい展開なんですよ。マスケが結構高めに来るんで、こうメガナイトとかでカバーしてきても、トリトンで引っ張れるんですね。そう。なんでね、まあこう、トリトン、で引っ張って、そしてね、メガナイトの範囲が入るということで、速攻でハンター出して溶かしつつヒースピで回復ですね。いやー、これも早い。でここでそうやっていってさ、ここウッドと、はい、いう感じでね、まあここも相手ちょっと辛そうなんですけど、まあね、まあやっぱり、ね、このブリザード選手はね、メガナイトをめちゃくちゃ得意としてるプレイヤーなんで、めちゃくちゃやっぱね、メガナイトを使わないターンの防衛もね、うまいといったところで、またね、ムートで受けていって、ここね、後ろトリトン、出していって、まあここはあとはハンターで抑えるのかな、はい、という感じでね、まあ固めにね守っていって、
て、さあこっからって感じですね。次の親衛隊のとこかな、やばかったの。なんか普通だったらここでロイホグ行くやろみたいなとこがあって、この次だと思うんですけど、あロイホグ行くやろみたいなとこがあって、ただ行かないんですよ。そこがね、なぜなのかね、意図を解説していきたいと思うんでね、よく見といてほしいんですけど、ここでどっちかのサイドに絶対メガナイトが来るんですね。そうで、メガナイトが確か左かなに来て、でここね、あのトリトンで引っ張るんですよ、メガナイト。でここでメガナイト出したんで、ここでもうロイフグいけるんですよ。ただここで行かずに、ちゃんと7入り貯めてから、こうロイフグからのね、あのウッドを転がすことによって、ゴブリンメガナイトないの把握してて、で言うのも切ってたんでね、まあ、ゴブリンしかないやろって言ったところで、攻めウッドも転がしていって、まあ、そっちにね、まあ、3倍エリクサタイムなんで、万が一メガナイトが出てきても大丈夫なように、逆サイにねムートも添えてあって、まあ、逆サイドが守られても絶対にムートサイドは入るっていうね、まあ、そんな感じの攻めになってましたね。いやーやばいっすね、ほんとね、先を見て、このなんか、相手の手札も把握して、ここで行くやろみたいなところを、一回待ってから攻めて完璧にね、通すっていう、ね、このね、麦の必殺技です。はい。なんですけどね。いやーこれもね、見てると思いますよ、ほんとに。さあ、そしてね、5試合目、見ていきたいと思います。はい、始まりました。ということでね、やっていくんですけどね、今回ですね、5試合目なんですけど、まあね、麦がね、結構、試合を、こう、クララリーグで見てるときに、見返すんですよ。で、まず、こう、生放送って、コメントが反映されるまでに、1、2時間時間かかるんですね。なんで、試合終わってから、まずコメントが反映される前に、こう、実況を楽しむために、まず一周するんですね、この麦。一周して、で、コメントを楽しむために二周するみたいな感じで言ってて、おー、もう、さすがになんか、たしなみのプロになってきたな、みたいな話をしてて。そして、じゃあ、合計何周すんのって言ったら、まあ、いつもは、この8周ぐらいしかしないんですよね。ご立てした時とかは、まあ8周ぐらいしかしなかったんですけど、つって。まあ昨日の試合とかは、俺1回しか出てないんで、まあさすがに25周はしますとか言って。いやいや、お前、回りすぎやろって。さすがのね、このね、俺でもね、まあ5周ぐらいしかね、いかないんですけどね。麦はね、やっぱ25周はするらしいんでね。皆さんね、25回皆さんのコメントが映ると、言ったところでね。さあ、ここ、ボムタワーとね、雪玉でね、陸空を節約して、受けていきました。はい。なんですけどね、このデッキ対決ね、やっぱね、デッキは相性どうなんだろうな。まあ、クエイクと雪で、こう、30周を潰すことができるんですね。だから悪いように見えて、まあ、そんな悪くはないっていう、ね。感じだと思いますね。まあ、どっちも勝ちたいっていう相性なのかな。三十四がだったら、まあ、ファイボーとかポイズンないから勝ちたいし、まあ、ポグ側も、やっぱりね、このウッド、ユキクエイクでね、三十四消すことができるんで、まあ、どっちからしても勝ちたいようなね、マッチアップになってるのかなと思うんですけど、ここね、ゴースト出していたことによって、キングキューギリされないと。これもでかいですね。うん。さあ、ここはゴースト側にナイトを出していくので、このトリトンの受けが若干だるくなるんですけど、さあ、ここにね、まあ、スケで受けられることも分かってて、ちゃんとね、ヒースピをするんですけど、ちゃんとスケをね、高めじゃなくてね、低めに出してヒースピを警戒しつつ、このヒースピが来た瞬間にウッドを転がすってね、もうすべてがね、分かっているかのような、ね、立ち回りですね。さあ、ここ、ユキと、そしてクイック打ったんで、ここね、もうウッドで、どんな、もう、はい、消せますよ、といった感じで、さあ。さあ、ここでね、ウッドで消していって、トリトンとかを処理できるかって感じなんですけど、結構ね、マスケとか高めに引っ張られて、ここワンチャン渋いのかなって、ここしかも、ダンデじゃない、解明したんですね。ブリザード選手めっちゃうまいのが、ここで攻めてこずにね、ロイオグとかを出さずに、もう一回後ろからね、組んだんですよ。で、ここでもうね、エリー有利を取って、ここで来るかと思ったらね、そう、ここね、固めてきたんですけど、麦をね、ここ、もう普通にボムタワーとウッド、そして雪玉をね、雪玉ここ出したよな、確か。で、高速で守っていくことによって、いや、こんな抑えるってぐらいね、抑えるんですね。そう、で、ターンの先はマスケに向いて、取れてもね、雪玉で後ろに下がったことによって、マスケに向いて、さあ、と、いったところで、ね、まあ、こうだったらね、もう、ナイタートリトンを使ってたので、トリトンがナイターンなので、このようにゴースで守るしかなくて、ホグが3発入るといった感じですね。はい。で、防衛もしっかりね、強要しながらね、ここにスケとかを無駄に裂かずに、ちゃんとね、こういうゴーストにスケを残しておくといったところで、さあ、ここでね、ナイトからの、ちょっと待って、もう1枚待ってからホグ。あーですね。まあ、真ん中トリトンとか、真ん中エゴリユートとかね、来るかなーっていうタイミングで、そう、ハンターとかね、出すエリアをなくす、ゴーストとかをね、出すエリアをなくすために、こう、ワンテンポ待ってからユニットを1枚待ってホグ。これもね、うまいんですよね。さあと。で、ボムタワー真ん中で受けていって、マスケ。そして、ここはね、雪玉で処理していくと、いったところですね。うん。
さあさあさあ、ここは、まあ、線まで削られるんですけど、麦はね、あっちのサイドもうね、566というところで、まあ、ただね、トリトン。まあ、ここね、若干、おっと、攻めすぎかと思ったんですけど、まあ、この次もね、普通に、まあ、ハンターとトリトンの、ロイグですね、を普通に守っていってという感じですね。さあ、ここ固め、30子出してきたんですけど、まあね、ナイトスケ、そして、まあ、ウッドですね、を高速に回していくことによって、気づいたらもうね、あの三重子がいなくなってるとね、いったところで、ここね、攻めとまた同時、相手の攻めと同時にホグを飛ばしていって、まあね、クエイク、ウッドからの勇気で、グッドゲームといった感じでね、AI のね、麦もね、ガッツポーズを見せるね、こたてでございましたと。はい、いうことでね、今回はね、こんな感じでね、終わっていくんですけど、マジでね、麦もバズるの大好きなんで、ぜひね、こちらのね、動画のね、高評価と、そしてコメントですね、コメント大事ですよ、これ絶対みんな見られてるんでね、コメントをね、いかに麦を気持ちよくさせるかね、気持ちよくさせるコメントをね、見ると麦もね、そのコメント見て、ああ、気持ちいいってね、なると思うんでね、皆さんもよろしくお願いします。ということで、今日この辺で終わりたいと思います。またね、明日からね、動画再開していきたいと思うんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。バイバイ。